今回は、ドレイクがキザルの部下だったことに驚愕する読者の反応集を紹介します。皆さんの意見もぜひぜひコメント欄で教えてください。それではどうぞ。一番左下のコマにいる若手海兵ってドレイクか？顎にバツ傷があるし。ドレイク？お前なんでそこいるの？つうかこれ何年前の話？ボニーの年齢から換算すると今から4年前、第一話開始から2年前。どっからどう見てもヤクザにしか見えんなキザル。雰囲気だけでも赤犬よりだいぶ怖い。ドレイク海軍辞めたの結構最近なのね。ルフとかと同じルーキーのくくりだから、単純に考えると海賊団結成がルフと同時期かもね。ドレイクが部下も連れて海賊化したならルフたちよりも順調に進められそうだし、下手したらルフィが海に出たより後かもしれん。この描写だと、2年でサテライト作ったりとか島を改造したのか、アイデアはともかく、製造能力も高いな。4年じゃない？パンクハザードの事故が4年前だし、その後すぐ引っ越してるっぽいから。前回の時点で5年前くらいだから、そこから時間経ってなさそうだから同じくらいの時系列じゃないか？パシフィスタのことはここで知るのかなドレイク。まあ実際海賊それも革命軍の元幹部とこっそり交渉してたことがバレたのはまずいな。まだ研究所をよく知らなかったってのは、研究所そのものが海軍か政府に掌握されてて情報が漏れたみたいな。キザル側がどこまで認知してたかはわからんけど、顔見知りの元上司に会釈したら蹴り飛ばされたドレイクさんクソ面白いな。でも他の海賊もいるのに元海兵の海賊が会釈したから、何もしなかったから怪しすぎるし仕方ない。一応キザルも蹴り一発でやめてくれてるし。こっからどういう経緯を経てドレイクは海賊やり始めるんだ？オダッチこういう意識の外から匂わせというか想像をかきたてさせるのうまいな。なんかキザルいつもの悠々とした感じではないな割と本気で困ってるぽい。語尾が伸びてない時は真面目モードだな。